国防科技大学は中国人民解放軍の高級教育機関である。湖南省庁差し替え福区に所在する。英語略称はニュート。中央軍事委員会直属の唯一の全国重点大学であり、中国の211校庭、985校庭にも選ばれている。2014年現在はおよそ1万4000学生が在籍している。 そのうち学部生の数は約8400人、大学院生は約5600である。教育及び研究のレベルは国内トップだが多数の研究情報が公開されていないため一般の大学ランキングに掲載されていない。民間団体の中国交友会網が発表した中国一流大学名簿によると、聖華大学、北京大学、中国科学院大学に並び、 中国に4つだけの7つ星の大学である。また、中華人民共和国教育部が発表したランク付けによると、下記の銃の分野における実力が中国トップ10に入った。1953年に中国人民解放軍軍事工程学院として設立。1966年までこの名だったが、複数回名の後に、 文化大革命時に一旦消滅。1978年に国防科学技術大学として復活。2000年11月29日、日本で有名な人型二足歩行ロボットの先行者を開発する。2010年11月から2011年6月まで、同大学の天馬1号がトップ500でスーパーコンピューター世界一位を記録していた。 2014年6月23日、ドイツライプツヒで開催中の HPC 国際会議、i s ク1 4で最新のランキングで、G45 を搭載する、テンガ2号が、前回、前々回に引き続き首位を守った。実行性能は33.86ペタフロップスで、1年前と同等である。2016年4月21日、中国発の警備ロボット。 アンボットを開発する。このロボットは、天が2号と、クラウドで連携しており、スタンガンで武装しており、顔認識を行って、中国の空港でのパトロールなどに利用されている。2017年7月、国防科学技術大学から、国防科技大学と改名した。9つの学院が存在している。超広市長量基地ン警察都市各カツ用に広市森。 1996.7から2008.7、超リ林、2008.7から2011.6よ、学部群、2011.6、李東野。大広市流中山町吉祥地満春高校の中、女一点をオーケーに。ありがとうございます。